トキ俊一ラジオタイムウィズユー。皆さんこんばんは、トキ俊一です。この番組は僕トキ俊一とリスナーのあなたが週の後半木曜夜に同じ時間を過ごしていく番組です。さあ9月に入りました。そして先日の兄様も参加してくださった皆様ありがとうございます。兄様を見てくださってこのラジオを聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、感想とかありましたらぜひぜひ送ってきていただきたいと思います。そして9月はですね、アニソンカバー EP の発売も近づいておりますし、あとオンラインサイン会も9月の15日に控えておりますので、参加される方よろしくお願いいたします。さあということでですね、トキ俊一ラジオタイムウィズユー始めていきます。最後までよろしくお願いいたします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りいたします。改めましてトキ俊一です。9月はどんな月になるんでしょうね。なんかさ、毎年秋が減ってきている気がするんです。昔もうさ、9月来たら結構25度とか6度くらいにはなってましたよね。今年はどうなんでしょうか。秋好きなんですけどね。この間ね、パラドックスライブのラジオでなんかこうパラライが今度春夏秋冬の4チームに分かれて楽曲を歌うっていうやつなんです。で、まあそれぞれのキャラがこう振り分けられたんですけど、それぞれの季節は、例えばバトリ君の季節は何っぽいねみたいな話をしたんですけど、トキさんは秋っぽいですよねっていう風な話があって、あ、そうなんだみたいな話したんですけど、秋結構好きなんです。前ね、好きな香り金木犀って言ったじゃないですか。そう、秋はね、いろんな香りがいっぱい漂い出してすごい好きなんですけど、だいぶ昨今秋が減ってきてるじゃないですか。ちょっと日本に秋を取り戻してほしいんですよね。一番過ごしやすい季節じゃないですか、秋って。何着ててもちょっと薄手でも寒そうって言われないし、ちょっと厚手でも暑そうって言われないし、好きなファッションできる時期でもあったりするから、そういう時期もっとあったらいいのになって思うんですけどね。9月も楽しんでいきましょう。皆様のお便り紹介していきます。ラジオネームハムさんからいただきました。先日の放送でお気に入りのグラスなどあればとのことでしたので、私の愛用しているボダムのダブルウォールグラスをご紹介します。何年か前とあるカフェに行った際、このグラスに注がれて出てきたのですが、まるで飲み物が宙に浮いているような素敵なデザインとコロッとした可愛いフォルムに一目惚れしました。コーヒーでもティーでもお酒でも何を入れても可愛くて最高に気分が上がります。あ、なるほど。へえ、ダブルウォールグラス、壁が2つあるグラスっていう意味だ。中にあれだね、こう要は空気と触れない部分があるから、多分きっと真空ってほどではないけど中のものが冷めにくく、なんだろう、ある種真空グラスのような雰囲気になってるし、確かに宙に浮いている感じ。お腹減っちゃった、お腹グーってなっちゃった。今ハムさんがね入れてるのがコーヒーとかかと思ったら一番搾り糖質ゼロって。俺このビール今めっちゃハマってんの。糖質がめっちゃカットされてて半分ぐらいなのよ、カロリーが。だから500缶3本ぐらい飲んでると結構な差が出てくるわけですよね。めっちゃいいんです。で、話は戻りますが、これ僕もね、どこだったかな、渋谷のスクランブルスクエアにイエモンカフェみたいな抹茶とかほうじ茶ラテを提供してくれるところがあって、
確かですね、そこがこのカップ使ってくれてたんですよね。あ、めちゃめちゃ可愛いと思ったんですけど、割りそうと思って。そういいですねこれ、いろんなもの入れたくなるコーヒーとかね、おしゃれですね。ありがとうございます、ご参考にさせていただきます。この間グラスのね話したらみんながたくさん送ってくれました。もう一通紹介します。くるさんからのお便りです。お気に入りのグラスがあったら教えてくださいと聞いて、これは見ていただかなくてはと思い、写真付きで送らせていただきました。私が新潟で一番好きな弥彦神社という神社の目の前のタクグラスさんのグラスです。すべて手作りなので、神社に参拝に行くたびに巡り合ったものを一つずつ買っています。お気に入りのポイントは日の光が当たった時のキラキラした反射です。うわ、おしゃれ。なるほど、吹きグラスっていうかね、一品一品が絶妙に形が違うグラスですね。これはハンドメイド感がすごく強い。うわー、かわいい。これで何飲むのかな、ソーダとか飲んだらめちゃめちゃ映えそうですね。あ、なるほど、ホーム見るとこのグラスでちょっとプランターみたいにしてたりとか、あ、グラス以外のいろいろなこうガラスでできた、それこそ干支だったりとかからいろいろあるんですね。新潟いいですよね。僕家族で結構年中スキー、ウィンタースポーツではスキー行ってたから、上里とか湯沢とか、よく行ってましたよ、なのでポンシュ館とかなんてめちゃめちゃ行ってましたね、最近だとちょっとね怪我すると大変だからっていうのであんま行かなくなっちゃいましたけど、スキーは未だに家に眠っておりますが、いつか新潟とかにもイベントで行きたいな。来月再来月かな、に石川には行かせていただくんですけどね、よりいろんなところに行けたらいいななんて思っております。新潟に行くことがあったらよろしくお願いいたします。さ、あれどこだったかな、話がちょっとごめんね、思い出したから戻るんだけど、新潟の上里とか湯沢にあったあのね洋食屋さんでね、欅亭っていう場所があったんですよ。どこだったかな、その欅亭っていう洋食屋さんで出てきたビフテキがめちゃめちゃ美味しかった思い出がある。高校1年生か中学3年生、そう、欅亭っていうねご飯どころが洋食屋さんがあったんだけど、ここがめっちゃ美味しかったんだよねって今突然思い出しました。ごめんなさい行ってらっしゃる方、行ったことある方いらっしゃいましたら、ぜひまだあるよっていう情報、あるかな、うわ、あ、魚沼かな、そう、結構車で走った覚えもあるんですけど、いやー美味しかったんですよここ。ちょっと洋食屋さん、おばあちゃんが洋食屋さんだったこともあり、洋食に目がなくてですね、大好きだったんで、あー美味しい絶対ごめんなさい、たまにね好きなものだと食べる前に美味しいって言っちゃうんですよ。あーお腹すいた、今日はいっぱい食べよう。はい、ありがとうございました。さあ続いてです、紹介させていただきます。犬飼いたいさんからいただきました。犬はいいよ。トキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。暑い日が続いていますね。夏といえばビール、ビールといえばビアガーデンということで、今年に入ってすでに3回ほどバーベキュー過去持ち込みカーを開催しています。素敵。持ち込み食材を選ぶとき、とりあえず高い肉、なんか変な肉、ヤングコーンの3点セットで選んでいます。普段は絶対買わないようなランクの高い霜降り牛肉とか、ワニやイノシシとか、せっかくみんなでワイワイやる場なので話題になるようなものが多いな、多いといいなかと選んでいます。ちなみに一番評判が良かったのはカンガルー肉でした。意外とお肉屋さんで売ってたりするので、もしお見かけの際は召し上がってみてください。へえ、売ってんだカンガルー肉なんて。へえ、そうなんだ。バーベキューやりたいな、また。ビアガーデンか。まあうちほら突如仕事の後にビアガーデン行かないとか言われると、
あの犬がいるから一旦犬をこうね預けに行かないといけないので、そう前日までに行っていただければあの車でかっ飛ばしてちょっと遠くにいる実家に犬を預けていたりもするんですけどね。なんだけどいやバーベキュー、ビアガーデンいいよね。ビアガーデン、まあでも、お家で飲むビールも好きですけど外で飲むビールもまた格別ということで、いいですよね。はい、バーベキューのお肉か、あのこの間行った時はあの花で花ドールでねバーベキュー行った時はバーベキュー肉ってなんだと思って、とりあえずステーキ肉を 厚手のステーキ肉を買ってカットすればいいかと思って持って行ったら結構好評でしたね。やっぱブロック肉ってさばくのも大変じゃないですか。ステーキ肉だと美味しいとこしかないですしっていうのでおすすめですよ、うん、ヤングコーンいいですね。トウモロコシとヤングコーンはもう一生食ってられる、うん、あのアレルギーにならないといいななんて思いつつ、はい続いていきます。続いてはマイムさんからのお便りです。トキさんいつも楽しく拝聴させていただいています。先日推しキャラの缶バッジが入荷されたということでゲームセンターに行ってきました。持ち上げることはできるのですがなかなかゲットできず、ついにひっくり返ってしまい再起不能に陥ってしまいました。店員さんを呼びにと思った瞬間2台くらい隣で作業をしていたお姉さんがスッと入ってきてお直ししますかと声をかけてくれました。しかも何度もチャレンジしていたのを横目で見ていたのか、もう押し込むだけで取れるじゃんという位置までずらしてくれたのです。嬉しい涙。お姉さんのおかげで無事1回でゲットすることができました。おめでとうございます。もしよかったらと店員さんの作業をしていた台にはゲットしたキャラのロードマロンクリーム様が、ああそういうことですね、多分私が取ろうとしているのを見てわざわざマロンクリーム様を手前に出してくれていたようでした。神対応なお姉さんのプロの仕事ぶりと推しキャラを両方ともお迎えすることが、できて大満足でした。ということはその店員様もマロンクリーム様フラガリアメモリーズを知っているということですね。ありがたい、よろしくお願いします。いいですね。ゲーセンしばらく行ってなかったな。ゲーセンはよく行ってましたよ。つってもね中学校時代はあのちょっとね治安の悪い地域だったので僕の生まれ育った町が、あの自分の地域のゲーセンに行くとカツアゲに合うかもと思って行ってなかったんですよ。なんですけど高校になってちょっとこう遠くにあの行くようになって、そのらへんからちょっと奥の方の近くのゲーセンとかには行くようになってました。なんだけどそうですね、あの姉ともよくゲーセンには行っていたのでちょっと遠く離れたとことかにチャリンコで行ったりねして行ってたんですけど、 UFO キャッチャーはねとかあのなんかあのなんて言ったらいいの、 UFO キャッチャー難しいよね。 UFO キャッチャーって言ったらさ、まあ、実は UFO キャッチャーってあれ固有名詞だから実はクレーンゲームなんだけど、あのいろんなさものやるやつあるじゃん。俺得意だったのはあのこうなんかさアイテムの上にあの真珠のネックレスを切ってニュってやったような数珠あるじゃん。それをこう引っ掛けて下にズルズルズルってちょっとずつずらして落とすやつ、あのなんそうむずいんだよ。あのゲームセンターのプライズのそういうのってもうなんかいろんなパターンのがわかる、こうなんか玉が連なっててその玉がこうその台にこう引っ掛けるような形でついてて、それをこうハサミというかこう V 字になっている自分で動かすやつで引っ掛けて下にこうずらしながら穴開けてずらすみたいな、なんていうのあれ、あれが得意でした。もう、うん、あとコインゲームもね最終的にもう行ってないけど3000枚ぐらいはその行ってたゲーセンにストックして、もうでも多分時効が発生していると思いますし、一番ねゲーセンでやっていたのはやっぱあの初音ミクプロジェクトディーバっていう音ゲーと太鼓の達人かな、うん、あとポッ
ップンもやってたし、ユビートもマイマイも。ユビートってわかるかなみんな。あとはビーマンにもちょこっとやった。でも一番やったのはやっぱプロジェクトディーバと太鼓の達人かな。あとはクイズマジックアカデミー。クイズマジックアカデミーはもう男どもで検定試験をいっぱい、やりまくって、ね、やってましたね。なんとか賢者とかすごいなんかランクがあるんですけど、それを上げるためにいっぱいやってました。わあ久しぶりに行ってみようかな。でもたまにフラーっと行って太鼓の達人とかやったりするんですけどね。みんなゲーセンとか行きます？行ったら何やる？コインゲームとかよくやるのかな？ありがとうございます。引き続き番組宛てのメッセージお待ちしています。宛先は time@joqr.net までお願いいたします。それではここで一曲聴いていただこうと思います。先日兄様で披露させていただきました一曲です。時俊一で Another Birthday。 終わらない旅の途中で繰り返す何度の朝、寝ぼけ眼をこする。日曜日渡り鳥たち、僕らは似た者同士さ、ここでないどっかへ運命のその糸断ち切れねえ、もっと自分に抱いたって遊べ、今を一秒でも書き換えて、願ったら今日という朝から新たな光が始まる、目の前に凛と灯ったその全てを一つのをセンターステージで歌わせていただいている予定です。どうだったんだろうその時の俺、頑張ったかい？はい、感想お待ちしております。お聞きいただいたのは時俊一でアナザーバースデーでした。続いてはこちら、時気になります。このコーナーは僕時俊一が最近気になっていることや、まだ手は出せていないけどちょっとやってみたいことなどを紹介していきます。まずはですね、私が気になっていること今回いっぱいあるんです。まずハンターハンターが再開いたします。楽しみですね。もうハンターハンター芸人声優みたいなことしたいですもん。この業界ハンターハンターが大好きな人本当にいっぱいいますからね。ハンターハンター再開おめでとうございます。そしてね、もう僕は堂々と、もうポケカ好きじゃん。よく考えたらそういう自分の好きなことを話せるのって自分のラジオでしかないよねって思ったので、時気になりますのコーナーだけは少しみんなを置いてきぼりにしてもいいんじゃないかなと思ったんで、9月にも入りましたし、心機一転新クールということで、たまにはちょっと時気になりますも少しだけ自分語りというか自分の好きなものをひたすら語るというフェーズに回が、全部じゃないですよ、たまにはあってもいいんじゃないかなということで、少しだけポケモンカード語らせていただこうと思うんですけれども、先日の8月の半ば、20日あたりですかねに、毎年1回ポケモンコンテンツの世界大会っていうのがありまして、それがホノルルであったんですけど、例に漏れずポケカもそこで世界大会が繰り広げられておりました。世界中から選ばれた全員参加じゃないんですよ、それぞれの国である程度こう結果を残した1134人もの人がその場所に参加して世界一を競うっていう大会が終わったんですけども、その大会があるとですね、年に1回なので
次のシーズンのいろんなコンテンツのね、例えばポケモンユナイトだったら新キャラクターが追加されるようだったり、うん、その新作が発表されたりとか、そういうその一大何新情報フェスでもあるんですけど、ポケカもねそういうのがありまして、年に1回新しいシーズンのカードたちが発表されるんですよ。そこで今回も発表されたんですけど、今回はなんと新しいこう新シーズンのカードにプラスアルファでトレーナーの名前がついたポケモンが登場するようになったんです。何を言ってるか分かんないと思うんですけど、当然ポケカだからリザードンとかサンナイトとかルギア、ピカチュウとかいろいろそのポケモンの名前のカードがいっぱいあって、それで戦うんですけど、今回はなんとその横にですね、例えば、そうですね、リーリエのピッピとか、そう、N っていうキャラクターがいるんですけど、N のレシラムとか、つまりそのキャラクター、まあトレーナーっていう風にアニメでは言ってますけど、その人間たちが使っているポケモンたちっていうカードが出るんです。つまりですね、そのトレーナーの絵が描かれたポケモン、ポケモンと人間が描かれているイラストのカードが次のシーズンから登場する。これはですね、とてもいけない事態です。何が言いたいかというと、ポケカをやっている、まあ、ポケモンやっている人たちは総じてポケモンも好きですが、それと同じぐらいそれを使っているトレーナーたちも大好きなんですよ。今このねラジオを聞いていて、ポケカではなくポケモンをやっている人たちは多分とってもうなずいているんじゃないですか。僕たちと同じ世代で言ったら赤緑金銀で好きな多分トレーナーさんたちがいると思います。そのトレーナーが使っていたポケモンがカード化されるわけですよ。いけない事態です。僕はそれぞれのシリーズでの一応推しはいるわけです。例えば赤緑で言うと、まあ、すみません、渡るというね、これチャンピオンなんですけど、あともう一人榊という人が好きなわけなんですけど、その PV のところで最後出ちゃったんです。おしゃれな出し方をするんですよ。それこそ最初アニメで PV が始まって、リーリエがこうピッピを出したりとか、 N っていうキャラクターがレシラムと一緒に登場したりして、みんなでわー、トレーナーと一緒にカードポケモンがいるってなって、カミングスーンってなった後に大きく英語の R という表記がボーンって出て、もうダメダメって俺は思っていたんです。しかもね、榊はいろんなポケモンを使っています。ゲームの中だとサイドンとかニドクイーンとか、その時にはまだ赤緑の時はアクタイプっていうポケモンのタイプがなかったので、ノーマルタイプのポケモンだったんですけど、そういうちょっと悪そうな見た目をした、まあ、ドードリオとかも使ってたかな、でペルシアンとかもそうですね使っていたんですけど、一番良くないことが起こってしまいまして、その R のロゴの後にちょっとノイズが走って、一瞬ふっとナンバー150の姿が、ナンバー150はどのナンバーかちょっと調べていただければね。あ、僕がこういう風に言うときは関東なの、上都なの、新大なの、僕はナンバーは関東から順番に全国ナンバーで言うので、僕の149は海流です。てかもうそれはちょっとね、皆様ギャルの鉄則として、そういう風に普通に言うときは大体全国ナンバーで言うのでね、今1000以上いますけど、ミュウツーがですね R の文字の中に現れたんです。つまり何を意味しているかというと、これはですね、榊のミュウツーが出てしまう。これは良くない。これはね、もう我々ロケット団の一味はもう阿鼻叫喚としています。これはね、
いろんな それこそ僕がフォローしているポケカ友達の、うん、あのそれこそ椿彩菜さんというタレントさんのね、自分の推しのトレーナーの何々っていうのが出てますけども、ダメだよ榊のミュウツーは。うん、まあ効果がまだね発表されてはいないですけども、種ポケモンですからねミュウツーは。どうなっていくんでしょう、気になるところという、ちょっと新しいシーズンのポケカが熱いよというお話をさせていただきました。はい、この話について来られる方はぜひお便り、私は何々の何々が欲しいです、何々の何々が欲しいですというのをね送ってきていただけると幸いです。はい、すいません、今日はちょっと時ひたすら気になりますをお伝えさせていただきました。こんな感じで僕やリスナーさんが気になっているあれこれを今後も紹介していきます。以上、時気になりますでした。お送りしてきました時俊一ラジオタイムウィズユー、そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 文化放送時俊一ラジオタイムウィズユーまで。メールの場合すべて小文字で time@joqr.net まで。タイムの綴りはTIME です。この番組は YouTube 時俊一オフィシャルチャンネルにてアーカイブが配信されています。詳しくは公式 X のお知らせをご確認ください。続いて僕時俊一からのお知らせです。アニソンカバー EP ログが9月25日に発売になります。アニメソングを6曲収録しますのでぜひお聴きください。そしてこの CD のリリースイベントとしてオンラインサイン会を9月の15日の日曜日、個別トークイベントを11月24日日曜日に開催します。さらに2024年12月21日土曜日に開催を予定しているクリスマスライブのチケット優先販売申し込み券も封入予定です。こちらのライブのゲストは中村修吾さんです。そして8月25日に開催した番組イベントのアーカイブが9月の29日日曜日まで1ヶ月限定で配信中です。見逃してしまった方やもう一度見たいという方はチェックよろしくお願いいたします。ということでね、そうなんですよ、インスタやりませんかとか YouTube とかって言われるんですけど、ただのオタクチャンネルとオタクアカウントになっちゃう。このミニ四駆ここ改造したよとか、ここやったよとかで、それもなんか多分全然フォロワーどうせ伸びないなって思うし、直目でお金払って登録してくれてるのに俺のオタクグッズがこれ買ったよって、なんかそれを毎回メールボックス開いて見てもらうのもなんか恥ずかしいなって思ったので、ちょうどいい場所がたまに時気になりますで溜め込んだものを吐き出すのがちょうどいいかなと思いましたので、皆様のも読ませていただきつつ僕のオタクの吐き口になっていただければななんて思います。それではお別れの時間です。この時間のお相手は時俊一でした。来週も僕と同じ時間を過ごしましょうね。バイバイ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。